はい、こんにちは。今回ねご紹介するのはこちらです。久しぶりに購入しました雑誌の付録です。まあというか雑誌ですね。スマートです。もうねこちらも何年ね発売されているかというような老舗の雑誌ですけれども、スマートの8月号ですね、大島優子さんが表紙になっている本号ですが、こちらです。今回ビーミングバイビームスのですね、撥水加工ショルダーバッグ&ミニ財布ということで、こちら、まあ、こんなねコンパクトなポーチと、まあ、財布というかね小物入れのセットです。こういったね小さいポーチはですね、非常に旅行とかね出張とか、ちょっとした小物入れておくデバイス入れにね重宝しておりますので、今回購入してみました。恒例のごとくこういった箱に入っています。開封しました。こんな感じです。うん、サイズ感いいですね。今ね雑誌がこの幅に対してこんな感じの大きさです。非常にちょうどいいコンパクトサイズ。生地はねしっかりとしています。思った以上にペラペラ感はあんまりないですね。ここにメッシュです。外側メッシュついております。ここにはロゴビーミングバイビームスと書いてあります。色はこのように迷彩柄です。そんなにねくどくない迷彩柄ではありますので、まあ、ミリタリーしている感じではねありませんね。そしてこのようにファスナーがついてまして、中はこんな感じでドーンと、特に仕切りとかありません。縫製はこのようにしっかりと、変に雑になっている部分もなく綺麗に縫われているかなと思います。なかなか出来はいいですね。こちらが本体です。ですので、まあ、300ml のねペットボトル500も入るかな、横にすると入りますので、まあ、海とかね撥水加工されている生地ですので、梅雨の時期の雨とか海とかビーチとかですね、あと、まあ、お散歩ですね、こういったペットのお散歩にも最適かなと思います。いろんなデバイスが入るぐらいのサイズだと思いますので、なかなか今回ね良い付録だと思います。そしてショルダーバッグということで、このようにベルトもしっかりと付属していますので問題なく使えるかと思います。あとミニ財布ということで、こんな感じ、100均ぐらいでちょっと思われるかもしれませんが、100均よりはね全然生地が厚いのでしっかりとしています。ちょっとねファスナーが引っかかる感じがあります。ここのね部分が引っかかる感じがあります。こんな感じ、こんなデザイン、ここねちょっとしたカードとか入ります。中開けてみましょう。こんな感じで仕切りが1個ありますので、まあ小銭とかとねカードとか分けておくことができます。これぐらいの手軽さ、ちょっとしたお出かけコンビニに行くときとかですね、さっと使えるので、生地もそこそこしっかりしているのでいいかなと思います。ということで今回は久しぶりの付録紹介です。スマート2017年8月号ビーミングバイビームスの撥水加工のショルダーバッグとミニ財布のセットでございます。店頭で見かけたらチェックしてみてはいかがでしょうか。今回も見てくださりどうもありがとうございます。